どうも、無事国でございます。前回はグラストヘイムをカッポしてきたというところでございましたが、今回は異世界に来ております。いやー、霧といえばこの異世界をカッポしているゴーレム、めちゃくそ硬いゴーレム、ちょっとあいつの相手をするのはどうなんだろうかと思いまして、今回異世界まで来ております。まあ、他にね、異世界で狩れる場所があるのかちょっと定かではございませんが、早速狩り場の方に行ってみましょうか。さーて、やってきました、こちらのマップですね。こいつだ、プラディウムゴーレム。さーて、どうかな。あ、こりゃいけるぞ。アサルトタートルと同じぐらいの超いいダメージ出とる。超いいダメージ出とるな、これ。あ、サクサク倒せるやつだ、これ。7K ってダメージ見えるぞ、これ。が、こいつあれなんよな。経験値、ベースは美味しいんだけど、ジョブがゲロまずないよな。ジョブがゲロまずないよな、あいつな。しょうがないけど。センチピード、あ、こいつもまあ普通に倒せるね。なるほど。が、ここで美味しいのはゴーレムぐらいか。いや、まあ普通、いったー。まあ普通にやれるが、アタック高すぎだろお前。痛い。なんか異様に痛い。95回できてないかな、これな。んなことはないと思うんだが。あ、14K! すごいダメージ出る。ちょっと待って。すごいダメージ出るよ、これ。ある程度まとめたらこれ、美味しいんじゃないの、これ。こりゃ強い。こりゃ強いぞ。暗闇でちょっと、こっちおいで。よしよしよし。こりゃ強いわ。こりゃ強いわ。ええの。こりゃええんじゃないか。が。がだな。いかんせんジョブが、まずすぎる。転生職で来るには、いかんせんジョブがまずすぎるか、ここ。そんな気するな。そうやな。そしてオートガードが意外と鬱陶しいやつですね、これ。なるほど。まあ、タタチョとかも普通に倒せたしな。そうか、ある程度こう3体ぐらいこう調子に乗ってまとめて倒すってのはどう。死ぬか。死ぬかな、これ。いや、意外となんとかなるんじゃないか。攻撃速度も遅いし、そんなに即死クラスの攻撃が何発もまぐれあたりはせえへんやろという慢心。いけるな、これは。いけるな。まあ、ある程度まとめるにしても、そもそもそんなに敵がいない感はあるんだけど。いったー、やっぱ、一発で瀕死だから、2ヒット食らっちゃうとダメだな、これ。サプライズアタック強いな、普通に、しかし。ちーっとドロップがしょっぱいかなー感はあるが、90ぐらいまでは十分な狩り場なのかなー、ここなー。ダメージ的にはこれ三段昇で 7K てか2300ダメージって普通。あぶねー、危ねえ。
ニキッとすると死ぬ。こりゃうまい。こんだけダメージが出ると楽しいな。過去最大級のダメージなのではこれ。二転生にして強くなった相性、霧の相性問題あるけど強くなった、うちの子も。あとはどっか他にあるかな。いやー、レベルも90まで上がりましたが、うまいのは間違いないが、このままここで狩り続けてるとジョブ難民になるやつですな。あまりのジョブのまずさにジョブ難民になってしまうやつだな、これ。ちょっと場所を変えた方がいいか。そうやな、あと行ってない場所どっかあるかな。そうね。さあ、できてみましたわ。廃屋マップですね。昔懐かしき。ここどうじゃろうか。あ、廃屋もまあ普通にやれなくはないが、若干の火力不足感はあるか。ここをやるならやっぱりあれか、ボーリング橋の方がいいか。ちょっとボーリング橋覚えてくるか。もはや単体でどうこうするというよりも範囲攻撃でどうこうした方がいい気はしてきた。せいやなせいやな、狩りにはなるがというところだの。単体で買ってもだよね、きっとね、ここってね。だー、死んだー。普通にスタン負けしたー。グギギギギギ。そうかー、ちょっともうちょい考えてみるか。さーて、アサルトタートル狩りにもう一度再チャレンジしてみようかなということでやってきましたが、やれんのか。あ、当たる当たる当たるが若干まだ微妙。盗作大丈夫か。盗作は大丈夫だった。嘘やん。洗礼を受けた。ちょっともう一回リベンジします。よーし、今度こそ怠慢を意識して。若干やっぱりまだヒットが足りてないのか、もうちょい上げるべきなのか。ソニックブローが当たると即死クラスだということは理解したが、やれるね、やれるやれる、十分やれるぞ。ちょっとサラマイも飲んで、 DEX をもうちょい上げてった方がいいか。あと10ぐらい DEX がないと100ヒットにならない感じ。70まで上げて、多少はというところ。三段章をスカるとちょっと悲しいよね。せっかくの三段章がスカってしまうと、もうちょいサクサク枯れるとうまそうだが、痛い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 、三匹に囲まれるのまずい。 SB が飛んでくると怖いが、なんとかなりそう。 DEX70 まで上げてベースレベル90あるのに 100% ヒットに届かない。アサルトタートルさん、回避高すぎやろそれ。おいておいて、暗闇になれ暗闇になれ。あっばばー、安定せんなここ。安定せんな、これは。ちょっともう一回リベンジ、もう一回リベンジさせてください。よーし、怠慢をきちんと意識してやれば。が、怠慢を意識してやった時に単価的にこいつらどうなのという感じはある。もう早速2体から囲まれてる。
SB が即死クラスなのがちょっと自己死が安定感を阻害しているな。とはいえ結構サクサク枯れるし、まずくはないんだよね。別にまずくはないが、お、さっき相手したやつらか。3体に囲まれるとまずいけど、あー、これはまずい。スタンで、よしよし、いいよ。ソニックブロー飛んでくんな。よーしよしよし、なんとかなった。ふぅ、スタン暗闇強いな。サプライズアタック非ボス相手にはよーしよしよし、順調にレベルは上がってきております。まあ、上部ももう67、これあれかな、ベースより先に上部がカンストするやつか。そうしたらどうしようかな、オーラまでやるか、それとも三次色になってしまうか。うわい、おい、無理、モーカウだらけなんだよな、ここなんか異様に。で、そうそう、まあジョブ70になったら三次色にそのままなるか、オーラまで目指すかというところですよね。悩ましいところではある。まあ、せっかくだから転生二次のオーラっていうのも見てみたいし、のんびりとオーラまで狩るのがいいかな。まあ、しばらくここで狩りをしてみましょうか。ジョブ70なったな、これなってもうたな。95、ベース95でジョブ70か。上がったなこれ。ということで最後にあれだな、亀将軍にでも挨拶して帰るとするか。これ将軍いったー、いたー、右側だな、これ。すっと、これ。痛い。なんか、うまいこと倒せんかな、これ。うまいこと倒せんかな、これ。あー、無理ー。無理だったー、今のは。三段子のままだね、よし。いや、オークロードに続き、亀将軍にも敗北。ということで、いや、今回無事ジョブ70まで上がりましたね。次回どうしようかな。どっかでレベル上げてもいいんですけど、もう98、99ギリギリまでちょっと裏でレベルを上げてきて、オーラからの三次色くらいでもいいかなとも思っております。三次色以降どうしようかなと悩んでいるところですね。お金が全然ないまま三次色になろうとしております。辛い現実。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。今回も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。もしよろしければ、ぜひとも高評価していただけると幸いでございます。ということでまた次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。